ハヤトの野望チャンネルへようこそ。産業を育てて街を大きくするゲーム、ハイライズシティ、今日もプレイしていきます。はい、というわけで今回何をするかなんですが、前回ですね、さらに街を大きくしつつガラスなんかをね掘り始めたんだよね。ここに石英の採石場があって、ガラス、そして鉄筋コンクリート作り始めました。今回はね、新たに増えた鉄筋コンクリートや石英を使ってさらに街を大きくしていこうと思います。よし、じゃあ早速街の方を大きくしていこうかな。金持ちたちもね、どんどん引っ越させましょう。鉄筋コンクリートで住居を増やしていきます。もうこの街に引っ越してくるのは富裕層ばかりです富裕層向けの箱ばっかり用意してるからな。この街に新たに高校なんかも建ったんだよね。完全に日照権侵害されてるんだけどついにね、小学校だけではなく高校にも通えるようになりました。で、どうやらですね、ゲームのアップデートで警察や消防の範囲に入ってない建物に警告が出るようになったみたいなんだよね。警察署の範囲に入ってないよっていうことで不満が出ているようです。遠くから駆けつけてくれないのかな、駆けつけられない範囲ってことなのか。やっぱりね、維持費がかかるんでできるだけ建てないでいきたい。警告すごいんだけど、しばらくこのままでいきましょう。税金もね、無限というわけではないんで、抑えられるところは抑えていこう。その方が喜ぶだろう、市民も。で、あとはちょっと金持ちたちの需要を満たしてない何かがあるはずなんで、こっちも用意していきたいね。足りてないのは、あ、本が全然足りてないですね。製本所を建てないとダメですね。ちなみに本どこで作ってるかというと、ここだね、プリントハウス、製紙工場、紙作ってここで製本してるはずなんだけど、全然足りてないんだね。紙はあるけど本が足りてないみたいだね。仕方がない。製本所、プリントハウス、もう一個作るとするか。よし、まあ、とりあえずこれでいいだろう。あれ、なんかん、燃えてる、これひょっとして。おいおいおい、ちょっと待て、火事が、車が焼けてるんだけど。アップデで火災要素が追加されたのか、ひょっとして。で、火事起きてんだけど、普通に井戸端会議してんだけど、なんでちょっとぐらい焦れよ。ちょっと待って、ああそんなバカな、工場が廃墟になってしまった。立て直しはできるのか。お金がかかる、資源もかかる。くっそー、仕方ないから立て直しましょう。はい、おい一瞬で復活したんだけどマジか、ちょっとさすがに、あー、ここにあった工場も燃えちゃってるな。良くないですね。参ったな。仕方がないので、非常に不本意ながら消防を立てましょう。警察もあった方がいいのか？警察はなくても大丈夫か？耐えられるか？あ、ちょうどいいスペースがあったね。はい。大きな消防署を立てておきました。効果範囲絶大。町の方にもなかったんだけど、はい。大きな消防署です。あとは警察署も立てておくか。わがまま言いやがって。結構維持費取られてしまったね。もっと税収増やしていかなくては。ちょっとお金持ちたちがどういう暮らしを送ってるのか調べてみよう。いわゆるマンションの空室率だね。いやー、赤いね。ちゃんと建物が埋まってればある程度税収生み出してるはずなんだけど、満足度が 57% しかないからだ。ビールと服と本が足りてないのかな。いや、でもビールは結構頑張って作ってるはずなんだが。ここにある大麦畑で大麦を育てて確かビールにしてるんじゃなかったかな。これだね、ブルワリー。ブルワリー1軒じゃ足りないんだね。もう1軒建てるとするか。ちなみに大麦は足りてるのか。あ、大麦めちゃくちゃ余ってるじゃねえかよし、じゃあブルワリーもう1軒建ててビールの生産量2倍にしてみよう。建物が崩れ落ちるような音が頻繁に聞こえるけど大丈夫か、これ。大丈夫だろうな。合わせてちょっとやりたいことがあって、木を燃やして今木炭作ってるんだよね。でももう石炭を掘り始めちゃったんで、南の方でもう石炭でいいかな感もあるんだよな。ここに大量に石炭埋まってるんで、こっちを拡張して全て掘って賄うことにしましょう。あと、こっちにも消防署必要じゃねえか。くっそどんだけ求めてくるんだよ。まったく、収入は増えないのに出費だけ増えていく。現実社会と全く一緒だな。最悪なんだけど。これだね、炭鉱を一気に4軒建ててしまいましょう。で、あとはこっちにあるチャコールバーニングだね。こいつを全て削除していきましょう。これからお前ら木を燃やさなくていいぞ。ほら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 、はい、これでいいね。
いや高層オフィス街すごいね、人の通りもちょっと前まで何にもなかったのに。にしても道路が狭い。極力コストを抑えた街づくりをしてる関係で道路が狭いんだよな。まあ目立った渋滞が発生するまではこのまま行くつもりですが、ちょっとそのうち問題になるかもしれないな。渋滞問題完全に無視してるからな。今人口は9万人、人口100万人とかも行く可能性あるからな、もしかして。あれ、なんか働き手がいないみたいな感じになっちゃってるな。そして労働者が足りません。いやそんなことないだろう、なぜだ。ひょっとして家が遠すぎてみたいなことなのか。これ新たな橋かけないとダメ。参った、交付が足りません。もう住み込みで働いてくんないかな、二度と向こうに行かなくていいから。ここにある警察消防で働いてくれる人もいないんでね、困ったな、どうしようかな。仕方ないからこの辺りで働いてくれそうな人を増やすとするか。住宅地を拡張しましょう。で住宅地拡張するんだけど、この辺りに住まわせると、こっち工業地帯にしようと思ってるからできるだけ使いたくないんだよね。どうしようかな。ちょっとこの川もったいなくないですか、土地的な意味で。この辺りに埋め立て地作って住まわせようかな。ちょっと埋め立ててみるか。こんな感じで、お、いいぞ。よし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 。この地面を伸ばしていって、この辺りに土地を作れば、ここに住めるよな。ちょっと船が貫通してるけど、ちょっと、まあ大丈夫だ。気にするな。で、あとは伸ばした地面を削れば、よし、いい感じの埋め立て地ができそうだぞ。はい、できました。川のど真ん中に埋め立て地を調整しました。もう全然この辺りに土地空いてるのに、なんでこんなとこに住まなきゃならないんだって感じだけど、まあ日本の東京でもね、埋め立て地にあるタワマンが大人気みたいだから、まあいいよな、いいのか。いいよな。行き来するための道路が必要なんで、この辺りから、よし来た。いいぞ。で、あとはここに、マンションを敷き詰めていこう。はい、資材が立たなかったんで一角ですが、埋め立て地に超巨大マンションが立ち始めました。いいぞこれ。よし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 。めちゃくちゃ雑な工事だったから、ちょっと地盤はゆるゆるです。まあいいよな。いや、どうなんだろうなこれ。あ、もう早速埋まったぞ、素晴らしい。やっぱ遠すぎたんだな、住宅地から。ここに住んでる人たちは、向こうの鉱山で一生働かされております。今気づいたけどサービス何にもねえな。ちょっと立ててやるか。引っ越されても困るからな。ちょっと待って、船が貫通してんだけど、これどういう状況だよ。最低限のものはな、最低限のものは用意してやろう。これはいい。やばい。縦ミスった警察署潰したら土地ごとなくなったんだけど。めちゃくちゃ地盤緩いぞこれ。よし、なかったのに、見られないうちに、見られてないうちに潰そう。これを見られてはいけない。結構不満あるな。まあいいか。住みゃいいんだよ、住みゃ。ここで働いてもらいさえすればいいんだ。さあこれで、あー石炭全然足りてないね。もっと本気で掘ってくれ、頼む。はい、さらに、高層マンション建てていきます。全然遊べるところないのに。人ばっか増えていくんだけど、娯楽本当にないからな。数少ない娯楽といえば、どっか公園みたいのがあったと、これだな。これが数少ない娯楽施設です。まあ公園。これで娯楽あるよって言い張ってるからな、うちの町。絶対足りないだろこれ。よし、で問題の、服が足りない問題なんだけど、一応この辺りに木綿畑があって服作ってるんだよね。で全然足りないんで、こっちに新たな服を作るためだけのエリア作ろうかな。あともう一本ぐらい太い道路が欲しいな。この辺りに高速道路みたいなもの通せないんだろうか。10車線道路とかいう、すごいのあるな。時速300キロ出る道路あるんだけど、マジで300キロ。これにしてみるか。時速300キロの8車線の道路。太すぎて立たなさそうです。建物が邪魔なんだな。とりあえずこの辺りの奴らに立ち退いてもらうか。よし、お前ら立ち退きだ。初期に建てた老舗の木々をすべて、削除していきます。じゃあな。こんなに全部潰す必要もなかったけど、道路の分だけでよかったんだけど。まあいっか、もうこの際だから、この区画の奴ら全員立ち退かせよう。
そもそもこのオフィスって全部税金で建ってるから、それは立ち退きも自由だよな。出て行けと言われれば出て行ってもらうしかないのだ。はい、旧車線道路ができました。すごいなこれ一方通行です。ちなみに渡ったら帰ってこれないんだけど、でこれをなんとかして繋がないといけないんだけど、あ、繋がるね。よし、これでいいだろう。はい、であと帰りの道路も引きたいんだけど、隣のパネルも購入するか。はい、購入。うわあ、所持金がほとんどなくなってしまった、まあ、一応ね、来たからには帰らないといけないだろうっていうことで当たり前なんだよね来たクルートあるのは当たり前だけどな来たからには帰らないといけないだろうっていうことで、お、いい感じにつながったね。よし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 、いいでしょう。あとはどうしようかな。ちょっといい道路でつないでやるか。時にはよし、つながりました。あとはここに木綿農場を作っていきます。どれぐらいサイズ感あれば足りるんだ。とりあえずこんなもんか。きたー、はい、バカデカ牧場できました。木綿畑だけど羊毛が取れます。でもうこっちのやつも全部まとめてしまおう。これ。ああ、4面もあったんだね、木綿こっちに。つうことはもうちょっと広くしなきゃダメだ。であとはこの脇にでも製法施設を作れば。さあこれで様子見てみるか。今度こそ服は足りるんじゃないか。であとは向こうに空いた土地があるんで、足りてないものを作るとしようかな。よし、とりあえず野菜畑を増やしてみよう。こっちでは、果物を植えてみます。であと、この畑の生産量が増えるトラクターなんかも置けるみたいなんだよね。はい、農業機械工場を建てました。畑の上に建てたんだけど、どんな感じなんだこれは。おかしくねえか、ちょっと待ってよ作物の上に直で置いてるんだけど収穫の時どうすんだよこれこれで野菜収穫できんのかまあでもこれのおかげでね、この付近では機械化された農業ができることになって、ちょっとね、収穫高が上がったはずですよし、もうちょっと人増やしていこうかな。鉄筋コンクリートがさらに増産されたので、ここに、住まわせましょう。よし、いいぞ、来たー一気に引っ越してきました。すごい、手前のこのマンションなんかすごいね。喜んでくれてるみたいだね。まあ働き先もあるからね。よし、かなり収入も増えてきたぞ。大量の人が引っ越してきたからね。富裕層引っ越してくるとやっぱ金はかなり溜まっていくな。もっと富裕層の言うことを聞いていこうあと何が欲しいんですか。もっと引っ越してきてくださいどうやら観光要素がねえよっていうことみたいだね。あと服もないし、あ、パンが足りなくなってる。そうか、パン食うやつ増えたからか。とりあえず遊ぶところを用意してあげようじゃないか。で今用意できるのこれだね。レジャービル、これはなんだ。あ、ライブ会場みたいなやつか。こんなんで満足なのか。あ、満足してくれてるみたいだ。とりあえず、はい、ついに経済の中心都市になりました。あ、新しいレジャー施設もついにできたぞ。あー、ワイン畑みたいのが出てきた。ブドウ畑にワイン工場、あとさらに缶詰、大きなガラス工場っていうのもあるな。どんだけ求めるんだよこいつら。大型製鋼所、大型貯木場、大学、大学だぞ高校建ったばっかなのに。いやでも収入足りないぞ。ちょっとこういうの建てるにはもっとお金を落としてくれ。ちなみに建物の埋まり率みたいなやつはこんな感じです。いや全然だな。やっぱり超富裕層が全然引っ越してきてくれてないんだ。そして早速ワインと缶詰をよこせと言い始めているふざけんなよわがまま言いやがって。これだから金持ちは、いやでも金はうまいんだよなマジで。これ1軒で3000稼いでるんだよね。ちなみに貧困層の1軒は132待って待って、ここもう立ち退かせて富裕層を済ませた方がいいまであるぞ。これはどうなんだ。ちょっと考えちゃうよな。であとはちょっとブドウだな。ワイン、ワインと缶詰用意しよう。ワインはブドウ畑とワイン工場へできるみたいだね。あー、缶詰工場は魚と牛肉を使うのか。これこの辺りに港があるんで、ここに缶詰工場を作っていきます。いや、でかすぎて立たねえ。あ、立った。立ったけど、1軒で足りるのか。まあ、とりあえず1軒。いや、2軒ぐらい欲しいよな。じゃあ、ちょっと。すまない立ち退いてくれ
貧乏な人たち、すまない。本当にすまないと思っている。しょうがない、これ税金立てた家だからな。いやー、歯間詰工場もできました。これでより金持ちが引っ越してきてくれるはずです。待て、お前赤字になってんじゃないか。おい、ちょっとおかしい、何がおかしい。なんだ、缶詰工場のせいか。缶詰工場の維持費がバカげてるな。ちょっとまずいぞ。あ、でもいつの間にか黒字になってるな。一時的なものだったのかな、あの赤字は。缶詰食ってたくさん金持ちが引っ越してきてくれたんだろうか。あ、でも缶詰の需要満たされてる、完璧に。いいね。よし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 。なんかなんで不満なんだお前ら。すごい不満出てる。え、何が不満なんだ。めちゃくちゃ不満じゃねえかこいつら。牛肉が足りないのか不満。文句ばっか言いやがって。命があるだけで感謝しろよ。やだな、文句言うことに慣れたやつら本当に最悪だな。いや、それに比べて貧困層は本当簡単。魚と野菜と果物食うだけで 97% なんだぞ。自分を特別な人間だと思うんじゃねえぞお前ら。いや、まあ金落としてくれるから許す。ありがとうございます。税収がやばいんだよな。ワインも輸出したら結構お金になるんじゃないかと思うんだよね。大量に作って余った分は売っちゃえばいいんだもんな。ここに、で、ブドウ畑だね。きっと高値で売れるに違いない。ん、あー、レンガが足りてないみたいだな。鉄も足りてないのか。ワイン農場めちゃくちゃ要求資源が多すぎてまだ建てられないや。鉄もちょっと確認しておこう。鉄鉱石が余ってるんだよな確か。だから、この製鉄所が欲しいんだけど、このバカデカ製鉄所作れるようになったんだよな。ちょっとこれを置いてみるとするか。ちなみに維持費は10件分ぐらいあります。破産しかねないぞ。はい、大型製鉄所ができました。来た、ついに。維持費が10倍なんだから鉄を焼く速度も10倍であってほしいんだけど、果たしてそれぐらい稼働してくれるんでしょうか。さあ来たぞ。あー、かなり早い勢いで焼かれてる気がする。5678、早い早い。あー、10倍ぐらいの速度で焼いてるかもしれない。右側が小型製鉄所です。小型製鉄所遅いな、こうしてみると。電気は小型製鉄所の2倍しか食ってないな。こっちの方は優秀かもしれない。だ、問題は維持費がやばすぎることなんだよ。どうするかな。もっとお金を稼がないといけない。外貨を獲得する時が来たんじゃないか。そうだ、缶詰作ってたよな。缶詰売れば結構お金になるのでは。肉は1つ7700で売れるんだよね。缶詰すごいんじゃないの。じゃあ、缶詰2万7000なんだけど。待て、缶詰やばいぞ。そう、じゃあブドウはワイン、あ、え、ワイン4万で売れるんだけど。おい、ワイン売ろう、ワイン作って売ろう。まさかこんなに高くで売れるとは。うちはもうワイン交易で富をなすことに決めました。はい、一つ目のブドウ畑ができました。あー、すーごい。あ、めちゃくちゃ気持ちいいかも。見てください、一面のブドウ畑です。で、あとはもちろん加工用のワイン工場が必要だよね。よし、いいぞ。いや、ワイン大量に頼む。そして今気づいたけど、めちゃくちゃコンクリート余ってる。作りすぎたかも。鉄が足りねえ。焼けそう。火災マーク出てる。え、なんでだよ。移設するか、移設しよう。畑の目の前に置いとこうかな。消防署から遠すぎたんだね。あー、作ってる。え、あ、ワイン作るのガラスも使うんだけど。そうか、ガラス瓶にね。でも今までそんなのなかったよな。待て、今までそんな容器用の素材みたいの関係なかったじゃん。なんで急にそういうの要求し始めたんだよ。おかしいだろう。ちなみにお金持ちたちはワイン飲んでるのかな。もう作ってるんだけど。あー、ちょっと需要が満たされていってるね。そうか、街の中でワイン飲んでもお金になるのか、ひょっとして。そうみたいだな、今気づいたけど。あ、でも飲み食いただじゃないぞ。政府のお金でやってるから損だって思ってたけど、ちゃんと購入して食べてくれてるみたいだ。貧乏人たちもそうなのか。配給制だと思ってた、すまない。ちゃんと買ってくれてるよこいつら。マジか。
いや収入がやばい、赤字になりそう、赤字になっちゃったんだけど、なぜだ、うわ収入安定しないな。とりあえずもっと引っ越させようとりあえず数が増えれば税収は増えるだろうの理論でいこう。それはもう間違いないはず。はい、大量の鉄筋コンクリート使って一気に引っ越させました。よし、これで税収が増えたに違いないぞ。いや土地がない、すまんすまん本当に悪いと思っている、立ち退いてくれ。今回立ち退きマジで多いな悪気はねえんだ。でもここにレンガ置き場が欲しいんだ。住宅地はな、立ち退かせてこっちに新しいマンション作っても住んでるの富裕層だから別人なんだよな住まない、引っ越してくれって、引っ越してね、町から立ち退いてんだよな明らかに。ちょっと見てみるか。これが人口の推移だね。あ、もう富裕層ばっか増えていってる。あとはまあ横ばいだね。全体で見るとこんな感じです。青が低所得者層だね。最初はすごく多かったんだけど全く増えなくなりました。横ばいです。で中所得者層が増えて横ばい、富裕層が増えて、今はもう超富裕層ばっかりなんだね。そりゃそうだよ、見りゃわかるよねもうタワマンしかねえんだもん、金を落とすやつらしかいない。でもこうして見るともうビルばっかりなの見るとこっちの方がいい暮らししてるように見えるんだよね、平屋だし。果たしてどっちが幸せなのかな。まあでも幸せかどうかは関係ねえんだ、金落とすかどうかなんだよ本音が出てしまった。経営難なんだよ、うちの町は。とにかく金を落としてくれ、どうでもいい、お前らが幸せかどうかどうでもいい。ああ、今回の開始時10万人いってなかったんじゃないか。もう人口が一気18万ぐらいになってんだけどすごい、17万8000だよ。もう人口が爆発的に伸びている。はい、町もかなり大きくなりました。そしてついねワインも作り始めました。こっちの工場エリアももっと大きくしていきたいね。おいおい、ゴミで溢れていますってなんか出てるけどまあ次回だな、この問題も。ゴミは川に流しちまえよ、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。中洲エリアもできたんだよね。次回はちょっとワインを大量に作ってそれで収益上げていきたいと思います。よし、今回この辺にしとこうかな。皆さんご視聴ありがとうございました。よければね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。